はい、今日はですね、さらに、サンドバッグの、まあ、パンチやキックを打つっていうのはなかなかこう組み合わせが難しい方もいると思うので、まあ、ベーシックな、そして僕もよく打つサンドバッグの打ち込みのコンビネーションをお伝えします。例えばパンチだけの場合はジャブ、右、ワン、ツー、ワン、ツー、まあ、3パターンぐらいでいいのがジャブ、右、ワン、ツー、ワン、ツー、ツーですね。ジャブ、右、ワン、ツー、ワン、ツー、ツー。まずパンチがこの2つコンビネーションと、じゃあ今の動きに今度はキックを入れてもいいのかなと思います。例えばジャブ、リリック、右ストレート、リリック、ワン、ツー、ワン、ツー、フック。こうやってパンチとキックを組み合わせる、それはコンビネーションなんですね。今のコンビネーションはすごく使っていただきやすいかな。ジャブ、右、ワン、ツー、ワン、ツー、フック。さらにパンチのコンビネーションを入れるならば、これは応用編ですけど、まあ、長いかトレーニングされている方は、ジャブ、ボディ、ボディ、僕は得意なボディにしたんですよ。ジャブ、ボディ、ジャブ、ボディ、ボディ、右も、ワン、ツー、ボディ、ワン、ツー。まあ、こういった形で、習ったコンビネーションをどんどんワンツー、ワンツー、フック、ワンツー、ボディ、例えばジャブ、アッパー、ボディのようにいろんなコンビネーションをサンドバッグでトライしてもらうといいかなと思います。その前後で蹴りを置くと、これコンビネーションになりますので、どんどんクリエイトしてやってもらえたらいいかなと思います。